ずっしりと重い重い勲章となりましたけれども、どなたにまず感謝したいですか。そうですね、もう、ここで僕の名前を呼んでくれたファンの皆さんに、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その次に、ここ来る前に、はい、頑張る姿見せてくれて僕にスイッチ入れてくれた嫁さんですね、はい、ですよね、はい、これからもしっかりと家族の愛の絆を育んで、はいはい、もっともっと素晴らしいレースを期待しています。はい、頑張ります。それでは来年の目標を含めまして喜びの一言お願いいたします。そうですね、来年も気を抜かないで精一杯頑張ります。来年も、応援よろしくお願いします。優勝戦スタート10秒前、いよいよ進入です。インコースから1番、6番、2番、3番、4番、5番の3対3で間もなくスタート。2秒、1秒、今スタートしていきました。さあ今年大一番のスタートはインコースから出ていった1号艇2キロ山崎智也、まずは2号艇1号艇の山崎を刺して6号艇真ん中2号艇、あと3番4番5番と回ってきますが、バックスイッチャー阿部文の頂上決戦、先頭に立ったのは白い1号艇で山崎智也がグランプリ V2 へと向かって先頭に立った。そして2番手に3号艇2号艇、わずかに5号艇、あと6番4番、なおスタートは正常でした。ラインタップマークトップで1号艇人気の中心で山崎智也、そして2番手に前進で2号艇、あとは3番5番6番4番と回ってきますが、さあ2番手はまだまだ進んで3号艇と2号艇と両者が並んでレースは2周目へと入ります。今年の頂上決戦はインコースから見事に押し切った1号艇の山崎智也が先頭で、そして2番手争いですが2周目のラインタップマーク3号艇のブス島が行って、つけて回る2号艇の石野貴之ですが、ここで3号艇のブス島誠、3番手2号艇の石野貴之、ここで上位がバラけてまいりまして、1、3、2と内訳3艇が上位、後方は水替えていって5号艇、6号艇、4号艇の順になっています。ラインタップマークを回りますが、先頭には1号艇の山崎智也、今年の1億円と向かって1号艇の山崎智也が先頭、そして2番手は3号艇のブス島誠、3番手に2号艇の石野貴之、上位が1、3、2で、あとは5、6、4で前提が最終周回へと入ります。さあ阿部君の頂上決戦で先頭に立っているのは1号艇の山崎智也、ここ見事優勝戦では堂々と陰線から押し切りました。2番手に3号艇のブス島誠、3番手には2号艇の石野貴之、最後のバックスイッチは上位が1、3、2となっています。1号艇の山崎智也、今年は攻守ともに絶好調で3年ぶりの頂点、見事グランプリ V2 の今年は SGV3 の快挙となります。そして2番手は3号艇のブス島、3番手2号艇の石野貴之、最後の直線コースに入って、今年は文句なしの賞金ランク第1位がナンバーワンで1、3、2で間もなくゴールを迎えます。優勝1号艇山崎智也ゴールグランプリ V2、 3番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、6番4番がゴールイン。ゲストの皆様いつもご声援ありがとうございます。皆様のおかげで SG グランプリ2度目の優勝することができました。2015年は、いつも SG 勝つことができました。これも一重に皆様のご声援のおかげだと大変感謝しています。またプライベートでな話ですけど、12月には家族が増えて、コースともに充実した1年になりました。これからも皆様の期待に応えられるよう迫力ある熱いレースをお見せいたしますので、私を含め群馬支部選手への変わらぬご声援よろしくお願いします。最後になりますが、2016年が皆様にとって明るく楽しい1年になることを祈って、簡単ですがお礼の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。